それでは始まりました、堀進選手対伊佐選手のチップ対ソル対決。さあ軽く精神統一、チップ使いは堀進選手。さあソルの熱いラッシュがチップを撃沈するか、チップの巧みな忍術が炸裂するか。さあこの試合注目。なおチップは本日決勝トーナメントで唯一のチップ使いとなっております。先ほどリザーブマッチではチップが頑張っておりましたが、ここでもうぜひチップ頑張っていただきたい。かかとを巧みに合わせる、まさに忍びの如し。合わせるのはチップ使い、ポリス進むラッシュをかけた14ピート熱唱の中。ここはきっちり1ポイント撤収。さあ1ポイント先週、そして詳細の話、両者の熱いバトル。バックステップから突っ込む両者。しかしながらソウルの本領ここから発揮か。濃厚な足攻めが青線から赤線から飛び交う両者の打ち合い打ち合い。まずはラスト一発サイドワインダーで締めます。1対1ラウンド3、両者のバトルはどちらが取るか。総裁で合わせますね。まさに針をも通す、アリアナも通す正確な攻撃。さあチップ使い堀進選手、ソルの猛攻を止めることができるか。熱唱で止めます。ソル使い伊佐選手、いかに攻めるか。バレクリボルはここはしっかりかわしていました。ダストリカー大ダメージを奪うのは伊佐。さあ11ピート1回戦突破はどちらになるか。まだまだ勝負は諦めない堀進、唯一のチップ使いとして起き上がりベータブレードを打ち込む。まだ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 とどまるとこを知らない空間戦。さあ両者バトル、熱い一戦となりました。1回戦突破は堀進選手。